清水武則は、日本の外交官。2011年9月1日から2016年12月20日まで、モンゴル中札特命全権大使、大分県九重町井田出身、大分県立別府鶴見級高等学校を経て、1975年、中央大学法学部を卒業、外務専門職試験に合格し、外務省に入省。1976年から、 イギリスのリーズ大学でモンゴル語を研修。1977年からモンゴル国立大学に留学し、モンゴル語研修。1985年から1989年、在カナダ日本大使館で広報文化担当官。1989年から2度目のモンゴル在勤。1997年から1999年財団法人。 ホーリンプレスセンター取材協力課長、1999年から2002年、在アメリカ合衆国日本国大使館で領事部長、2002年から2005年3度目の、モンゴル在勤として在モンゴル、日本国大使館参事官、2005年外務省、総合外交政策局国連政策課企画官、外務省大臣官房広報文化交流部、総合計画課企画官、 外務省福利厚生室長、2010年7月、外務省広報文化交流部、国際文化協力室長を経て、2011年9月1日から4回目の、モンゴル在勤として、モンゴル中殺特命全権大使。2016年12月20日退官。2017年4月1日から、千葉工業大学審議役。モンゴル国労働功績後期区務省。 教師功績賞ウランバートル史最高勲賞、カルダ賞、モンゴル平和友好協会友好、金星賞、スペイン大使に、佐藤氏を起用、清水武則氏。日本経済新聞、日経、ネット、2014年4月27日閲覧。清水武則在モンゴル日本国大使が APU を訪問、特別職国家公務員の最終職状況の公表について、外務省。 ありがとうございます。